うめんね。というわけで本日も懲りずに大宮楽園吉本劇場にやってまいりました。僕しわけございます。というわけでね、私みたいに売れてない期間が長いともう常々売れたらこうしよう、売れたらああしたいなみたいなね妄想ばっかり膨らんで、バイト中とか売れた時のことしか考えてないみたいな状況なんですけれども、私ですね、売れた時なんかやりたいこと一つありまして、むちゃむちゃだるそうに打ち合わせしてみたいななんて勝手に思ってるんですけれども、本日はですねこちら大宮楽園吉本劇場にいる芸人さん、もし売れたら何がしたいかっていうのをね、いろいろねリサーチしてまいりたいと思います。果たして皆さんどんなことをお考えなんでしょうか、楽しみですね。それで今日もありきてでしょ。はい、というわけでカツオとゴーヤの味噌ラーメン砂川、よろしくお願いします。元旦男だっけ。あ、懐かしいっすね。元旦男です。元旦、どっち。元旦男です。元旦男だから、はい、名前の話はどこでもいいんだよ。いいです。売れたら何がしたい、したいことですか。うん、バイト辞めたいです。マンションに引っ越ししたいです。あ、違う違う、ね、子供2人いるんで彼らが大きくなってくると一つですと物足りないので、もう一つ大きい家を買い住みたいなと思います。あ、なるほどね、はい、引っ越ししたいな。引っ越ししたいです。ありがとう。いいですか。頑張って。はい、ありがとう。売れます。ありがとう。はい、やすともじゃねえか。いや、おカップです。おカップです。本名は言わないでください。NG なの。NG です。恥ずかしいですよ。恥ずかしいんですよ。売れたら何がしたいとかある。常々思ってるでしょ。いや、そう思ってますね。まあ生活やだ。売れたら俺これしたいみたいな。はい。水漏れしない家に住みたいです。はい。この前水漏れしたんで上から。上の住人から。アパート。はい。そうです。そういう家に住みたくないですもん。えらいことになっちゃったんで。あ、そっか。はい、マンションに住みたいですね。ああ、なるほどね。はい、ありがとう、頑張って。あ、ありがとうございます。はい、というわけでジンギスキャンの上村くん、もうこんながっつり話するのも初めまして。初めてですよね。そんな上村くんにもし売れたら何がしたいかっていう。うわー、そうですよね。15年経つとだいぶ変わってきましたけどね。ああ、そう、やっぱ家族もできたってたらもうあれですね、やっぱ正月家族で海外行きたいです。それが一番ですね。一番です。あ、なるほどね、はい、もっとなんかそれゴリゴリした夢みたいな。あ、じゃないですね。もう家族でなんかいい車乗って。あ、じゃないです。もう家族でゆっくり一週間ぐらい休みを、はい、ね、やりたいですね。ご協力ありがとうございました、はい、ありがとうございました。頑張って。はい、ありがとうございます。はい、というわけでバチャコ君、はい、お越しいただきましたけど、はい、売れたら何したいかみたいなの聞いてたけどさ、はい、いっぱいご飯が食べたいです。いっぱいご飯が食べたいです、僕は。あ、そう。ラーメンも食べたいです、一緒に。あ、そう。はい。今食べれてない。食べれてないです、あんまり。あ、そう、はい、あ、なるほどね。なんか急に豚足豚足も食べたい。豚足も食べ、沖縄料理も食べたいです。あ、そう、増えてね、はい、いっぱい食べれるように頑張ろう。頑張ります。はい、わしこのチッカーラッ。それ知らないんだよ。知らないんだよ。知らないですか。あ、頑張って。はい、はい、頑張ります。わしこのチッカーラ。はい、というわけでブロードキャストのブロードキャストの吉村君に、あ、どうも、はい、お越しいただきましたけれども。そうですね、YouTuber の芸人なんですか。もうやめとって聞いて。芸人やってんだよ。あ、やってる。芸人やりつつ YouTube の可能性あるんじゃないかなっていう、はい、いやいやいや、で売れたら何がしたいかみたいなさ、聞いてんだけどさ、うんうん、なんか吉村とかあるかなって。売れたらですか、うん。急に下水の六本木でとかなんか古いタイプの芸能人なの。今時ないよそんなの。ないですか。ダメだよそんなの。あの旅行とか行きたい。面白くない答え。いいよ、いいんだよ、いいんだよ、それリアルなのがいいの。リアルでいい。旅行行くならどこ。西カリブ海。知らないけど。リゾート地にちょっと昔から興味があって。
で、あのサマーズさんが夜中というか夜遅く番組毎週やってるサマーズリゾートってあるんですけど、毎週録画してて、それをたくさん見て、そこリゾート中っていうのを撮ってたんですけど、ここいいなと思ったところをなんかメモして、携帯にめちゃくちゃメモしてるんですよ。その西カリブ海クルーズっていうのは、船に乗ってこう1週間かけてこうカリブ海のこういろんなこう沖という沖をこう回りながらね、船の上もすごい、さらにそうなんですよ、豪華客船のすごい版みたいなやつがあって、それ乗って回ったりするやつやりたいです。の船買いたいですすごいね、もう何百億みたいな話、何百億の話ですよ。あ、そう、はい、まあ、そうですね、芸能人と付き合ったりしてまた下水の出てきたら、はい、それはでもリアルに、まあまあ、夢っちゃ夢があるじゃないですか。そうです、そうです、ね、はい、というわけで、じゃあそれ夢が叶うようにね、はい、頑張って頑張ります、はい、でーれーれー、別にいいんだよ、別にいいんで、無理やりあのこけなくて、はい、特に落ちてもないから、はい、あ、そう、はい、すいません。というわけで、はい、吉村君ありがとうございました。はい、じゃあ、はい、というわけでご覧いただきましたけれども、いや皆さん大体ですね、芸歴を重ねるごとに傷つきまくってるっていうのかね、人並みの生活を求めてらっしゃるんだなっていうようなね、そういった印象でしたね。皆さんのね、夢が叶うようになればいいななんて勝手に思っております。というわけで、また次回の動画でお会いいたしましょう。なおですね、毎度おなじみこちらからピヨッとカード出てまいります。そちらに関連動画やアンケートなど添付してございますので、合わせてチェックしていただけるとありがたいなと思います。そしてこの動画の最後、終了画面のど真ん中、チャンネル登録ボタン、竹永おすすめ動画なんかもありますので、合わせて見てみてください。以上、こちら大宮ラクーン吉本劇場よりお送りいたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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 バ